はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、サンシャインコーストというところに来ております。もうね、かなり昨日1日でだいぶ5時間6時間とかもうね、かなり車移動して、でもうあとね2、3時間行ったらもうゴールドコーストです。はい、なんでそのゴールドコーストより2、3時間北にあるサンシャインコーストって、ここもね結構なんて言うんだろう、観光スポットで、まあ、ゴールドコーストと非常に似てて、まあ、見たら分かると思うんですけど、ゴールドコーストのもっと田舎バージョンみたいな感じで、めちゃめちゃ雰囲気ありますね。それで今僕今日ここ初めて来たんですけど、めちゃめちゃいいマッスルパークを発見してしまったので、もう鉄棒もあるし、ディップスもあるし、まあ、低鉄棒もね、いろんなサイズあるから、まあ、いろんなことできるなということで、今日はこれらをね全て使って、もういろんな動きを組み合わせたトレーニングをねやっていこうかなと思います。さっき言ったようにもまじ虫刺されが痒すぎてやばいっす。夜寝れないっす、痒すぎて。でこれ多分ね、蚊じゃなくてミジンってやつなんですよ。で蚊だったらその刺されてから一定の時間だけ痒いで終わるけど、このミジンはもう1週間ぐらい痒いんですよ。もうずっと、しかもなんか今日は痒くないみたいな、でも次の日また痒くなるみたいな、だからこれね、もうずっと現れた。それが1週間ぐらい続くから、もうこれかなり厄介で、これはねもう何十箇所も体っていうかもう下半身全部刺されたから、はあ、今日の夜も寝れないのかなとかと思うとちょっとかなり苦痛なんですけど、まあいいや、とにかくやっていきましょう。今日はもうバンバン、ね、結構ね体はねわりかし、もう最近連続で筋トレしてるんで結構筋肉痛気味で、ちょっと危ないかなと思うんですけど、これ多分ね軽いやつから、まあ、ウォーミングアップして体が温まれば多分万全に戻りますということで、やっていきましょう。レッツゴー。Are we on TV? Yeah. Yeah! What are you eating? Popcorn! Popcorn! Where are you guys from? Australia! Australia! Hey, Rocco? Yeah. Rocco? Yeah. Okay. Good. Do pull-ups. Okay. Show me your pull-ups, man. Oh, good. Nice. How am I supposed to get that? Nice. How about push-up? A push-up. Oh yeah. Can you push-up? Ten push-up. Ten push-up. No. Push-up. Oh, you're doing hand crab, man. Holy. Nice. More deep one. More deep one.How about dips? Dips? Dips. You know dips? No! What are you going to do with this? Yeah! Can you go around? Yeah! Anyone can do a handstand? Me! Yeah! Show me. 5 seconds, 5 seconds, okay. Dip. Come on. Oh my god! That was good. No, I'll hold you. Who's strongest in here? Oh yeah! You're strongest? Oh my god! Oh yeah! Holy. Yeah! Who's strongest? Wait. Everyone show me. Everyone there. You want same timing? Yeah, you gotta get mine. Yeah, you gotta get mine. Oh, your one's good. Maybe you're champion. Maybe. Yeah! I am champion! Huh?Show me your dance. Yeah, that's good.
出ました、こいつ。オーストラリア名物。なんだっけ、名前忘れちゃったわ。なんかこれを飼ってる YouTuber いるよね、日本で。なんて名前、それで思い出したんだけど、名前それ見て忘れちゃった。ういはい、どうも。ということで今日のトレーニングは終了でございます。もうこんな感じでマッスルパークすぐそこですよ。でも真後ろがこのような海になってます。だいぶね、夏っぽくなってきましたね。もう9月後半なんで、まあ冬の終わり、多分まだね、海は結構冷たいと思うんですけど、結構オーストラリア人ってもう体温が高いので、もう結構ね、真冬でも裸でサーフィンしてる人とか普通にいるぐらいなんで、寒さに強いんで、みんなね泳いでます。はい、ということで今日はまあサンシャインコーストという場所のマッスルパークで、トータル的に、まあ、全身をね、かなりいい感じで4時間とか5時間ぐらいいたかもしれない、下手したら。もう結構長々とね、今日はトレーニングしてました。で、ゴールドコーストでのいっぱいマッスルパークあって、いろんなトレーニングしてきたけど、今度サンシャインコーストのここでトレーニング、今日したトレーニングはめちゃめちゃモチベーション上がりました。なんか子供たちもそうだし、大人もみんなウォーキングしてる人とかも結構なんていうんだろう、こう画期的でアグレッシブで、みんな表情もいい顔してるし、笑顔でね、みんなはいっつって声かけてくるし、まあ、子供もねかなり乗り気で、ゴールドコーストだとね、あんまここまでのことはないので、なんでまあ今日はね、かなりいい刺激をもらいました。まあ僕が住んでるゴールドコーストからとちょっとね、車で 2,3 時間行くんでちょっと遠いんですけど、まあ時々時間があったらここに来てトレーニングしていこうかなと思います。ということで今日はこんな感じで、僕の多分最後です、これも僕の旅の。ずっと北に行ってて、でいろんな、もう2ヶ月ぐらいです、約2ヶ月ぐらい旅してたんですけど、もうこれ最後の街です。もうあとはもう今日直行してゴールドコースト帰っちゃうんで、最後はかなりいい感じで締められたということで、まあサバイバルとかね、キャンピングとかそういうのをメインでやってきたんですけど、一番最後はもう僕の大好きな筋トレを、めちゃめちゃいい場所でめちゃめちゃいい人たちとできたということで、最高の終わり方でした。ということで今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。もしこの動画気に入ったらグダウナコメント、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、やめましょう。さよなら。何か買いたいけどめちゃめちゃ混んでんな。これやめといた方がいいな、多分。筋トレして直後だからちょっとね、ここのジュースバーでプロテインスムージーでも飲みたいけど、昼時だからちょっと多すぎない？これは無理やな、はっきり言って。お腹空いて死にそうだから。